千万円入ってるってことも収入ゼロだから、ね、キャラ交渉すればよかったな最初の時に。俺らの時はここに1万円大気飲んでた。大学生101トーナメントやったら誰が優勝すると思う？ヒデって言うよね。 100% それ白鵬の人はそうやって言うやん。そうだね。東海の人は絶対セイガって言うじゃん。いや、多分考えると思うヒデ見ろマジで。で、筑波の人は山口って言うやん。多分1対1したら1対1うまいんだ。なんかスクリーン使って崩してるイメージ。1対1で、多分ヒデの人ガチ、うん、余裕だ。え、でも話しとけってある程度。いや、確かにあいつ1対1ってきつい。危ないね。じゃあ話したところで来るの、まずドライブも。山口くんはわかんないけど、坂本誠也くんは勝てる。フィジで、フィジで。てかもうヒデって1対1してどんなにコースクッキーが入っても結局フィニッシュ力あるから、ね、だからもうまずこのじゃん。山口くんってやったらどうなんだろうね、わかんないけど。でそこにワンオンワンだったら、あ、横地へ、横地へ、うまいけど100キロよ。いや、ヒデには勝てないと思う。マジですよ。こういうのだってできないよ。知ってるの？100キロだから。マジややりたい、やりたい。俺普通にやりたいんだよね。多分無理だと思う。白鵬って YouTube OK な？知らない、聞いたこともない。でもお前から出てたよね、現役の時ね。しかも飲んでたしね。確かにね。だダメな大学とかあるある。ある、東海とかダメだよ。そう、東海ダメ。日大のとこもちょっと厳しくなったんみたいな話も聞くし。でまずユッケももうパーフェクトだけしてるじゃん、0点じゃん。で俺も何回も1対1してるから、まあ、フリア1点差の時から後ろの時よくやってたけど、10分ぐらいで全部負けるよ。そんな強いの？いや、まずヒデを先行にさせたらもう回ってこないフェンスが。そんな決定力やばい。もうあのね、こうやってやって、こんなんがね、めちゃめちゃ速い。こうやってやって、こんなんがね、めちゃめちゃ速い。やりたい、普通にやってみたい。だから俺すごいさ、なんかその弱い者いじめだのさ、もうフィジカル系だのなんだの言われてるやん、だからフィジカルの人ってやりたいの。だからフィジカルの人ってやりたいの。じゃあ俺が今やりたいと思ってるのは佐渡原、荒谷くん、横地、まずこの3人は思ってる。まずちゃんと体でかくて動けるじゃん。テンションいいじゃん。これ全身。ああ、テンション？テンションいいね。テンション。あと隼人。あとは、あと雨谷とかも。なんか器用じゃん。でかくて器用でスリムあって動ける、走れるみたいな。って俺は思ってる。そこでまずトーナメントさせれば、じゃあそう、そこでトーナメントしたいよね。じゃあそのワンオンは企画みたいな、そういうの。お金払えばいいんじゃないの？お金で解決できんのかな？できるんじゃない？でもそのお金がどこに入るか。逆にお金だったら問題あるんじゃない？大学的に。そうなの？多分賞金みたいなもんじゃん。だって賞金がある大会とか出てる大学生たくさんいるじゃん。でもそのお金絡んでくると大学のイメージ下がらんと。だったらもう3番持ってるのに。だからダメだと思われる。そうなの？なんでお金ダメなんだろう？どうなんなんだろう？俺の金額って評価されてる。ハーデンハーデンないよ。日本の意味のない会話だったっつって。そう言ってたね。マジで意味がわからん普通。あ、でも俺は絶対できるだと思う。ガチ、うん、逆にオフェンスが分かった。すごいな、分かったよ、うん、ディフェンスどうなんだって話になるよ、論争は。ディフェンスもね、なんか俺のイメージではちょっと荒いというか、まあ、強いよ、強いしでかいし動けるけど、ただちょっと手癖が悪いわけではないけど、ファウルトラブルしてるイメージがあるんだけど。ディフェンスはそんな上手じゃないけど、ブロックが埋め合わせるのがうまいんですよ。じゃあ佐渡原対荒谷、それみたいな。重量クッパ対クッパみたいな。試合中、うん、佐渡から起こされてる。でそれ5対5じゃん。まあ、ちょっと違うよ、また流れとか雰囲気が。そう、第一佐渡原とか、どういうんだろう。佐渡原にフィジってみたいな、どんな感じになるのか。絶対パワーアップはしてるじゃん、どん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 。1年の時は荒くてめっちゃ、まあ、すごいよ。だって OB 戦でまあ集まるんだ、うん、佐渡になって、あいつに来るんだけど、アメリカナイズされてるよ。いやいや、
逆にそこで手抜かないのがいいわ、好きだわ。クソドライブして、うん、いやお前それ大学でもやれよっていうぐらい年数とはダンク行くんだやつガッチすごくて、去年か、うん、ダンクしてたやつ速攻の時もするし、なんか飛び込んできて、え、しかもコロナ前よりさ、コロナ後の方があいつ、なんかちょっと引き締まってなかった、確かに。なんかちょっと散歩時チックになってきたというか、体がわかんないけど。佐渡から出てくれたら結構やばいかね、そういえば。あれは OK の東海として。俺はちゃんと佐渡原に、お前先生に言うよ、マネージャーに言ってねって許可取ってもらって OK 入れたらしい。いやでも本当にワンオンワンはしてみたい、そういう選手とかと。本当にやりたいんだよ俺だって、そういう強い選手たちと。ただそのいろいろ学校の許可的な問題とか部の許可的な問題とかの都合でやっぱやれる相手が限られてきちゃってるから、そういう風な動画でそういう結果になっちゃってるだけで、別に弱い者いじめとかそのちっちゃいやつとやって満足してるとか1ミリもないです。それは格闘技みたいなこと言ってるよ。格闘技選手がお前弱いやつとしかやんないじゃんみたいな。でもそいつらさ、いや男として強いやつやりたいけど相手のギャラ的問題とかも発生してるからなんか苦悩みたいな。いやまあそうね、そう実際そうだよね。いや本当に俺だって本当はメイウェザーとやりたいよマジで。別にあれでしょ、負けてもいいんでしょ、ただやりたいんでしょ。負けてもいいし負ける気はないけどやりたい、普通にバスケを楽しみたい。バスケのとこやりたいもんすよ同じアジア人だし無理かな、やっぱ無理か、無理。はい、というわけで終わりです。 YouTube 初めて YouTube 初めてで